赤城の山も今宵限りスコットショット。好久不见，最近怎么样？我也马马呵呵。誰かのことを幸せにしたいと思う心は人の持つ最も純粋で美しい部分なんだよね。でもこの世の中で一番幸せにしなければいけない人は自分です。うまくいかないときは他人や世間が考える幸せに影響されて自分の幸せを見失っているか、自分を犠牲にして他人の幸せを優先しているときです。そうは波動です。あなたの波動が幸せの波動が幸せの波動、あなたに起こる出来事も変わり、言える力が強くなるの。まずはあっちだ。あなたが幸せになること、それが自分を助け周りも助け。赤城の山も今宵限り、今宵限り。何しとんねん。これは見えました。お遅くなった。本当初めて黄色いあれ山登らんの。あ、リュック持ってきてよ。え、山登っていいよ。がっちり、あ、富士山登るレベルで。はい、で駐車場止めようか。え、わ、あそこなんか水の橋がある。あれ今日は何を使ってない。橋脚。橋脚柱。ああ。クレーンとかない時代にレッカーとかないです。近くでヒットしたうどん屋さんへ行くことになりました。予約制でした。食材があるということで。うどんって包丁を使う、あの近代的な方だ。これは原始的な作り方。これは道具を使わないです。そうなの。なんかの練り方、中国のラーメン、クレーンラーメンとちょっと似てるかな。大陸は動物の出汁でしょ。そうですね。まあ、その宗教によっていろいろあるけど、日本のものは出汁だけなんです。質問の方に見てない。普通のうどんの生地ではなくて、はい、で作った天然酵母を入れて発酵させてある。これパンの生地なんです。これを今うどんにして発酵した生地なんです。このまま、あ、うどん粉、あ、生のパスタみたいな。質問の方に、これどこで学んだの。 あそこそこ、それはこれは案内書ですね。ああ、1年を通しての有機野菜と、はい、手作りの燻製、それで30種類ぐらいの材料を使ってます。はい、で30種類が1切れずつしかほとんど入ってません。はい、1切れでも一品料理で味全部違います。じゃゆっくり食べてください。はい、食べたら温かいの出ますから。はい、おやわ。ケシャケシャ。めちゃめちゃ辛いって言ってましたね。辛い。焼きうどん。あ、うん。バス停って向こうに来るから俺ゴール地点の温泉。はあ。前にも頂上登ったでしょ。登った。あれもすごいね。あれすごすぎた。中国は。金だね。あれキャラするのもだよ。そうだね。か、まだね。あ、うん。今日の人はあそこの人の家には出てこなかったの。これはもう23年前の。甲斐さん、これから赤くなるの。行こうよ。ごめんください、時期もあるんでね。デラウェアとポート、うん、青いのでね。はい、うん、デラはどっちから。名古屋です。あ、そうですか。ちょっと見ていこうかな、ね、袋かぶせるの不良だなこれ。あ、よく見るやつ。デラだけど、うまい。よかったらこのぐらい、どの人用で。現場かだね、1キロ。1キロ。1キロ。はい。塩尻特産のデラウェア。経験はいいですよね。